はい、どうもこんにちは。けけんチャンネルです。はい、突然ですが 現場からお送りしております。で、今回ちょっとね、前回の動画からちょっと時間が経ちましたけど、iPhone 13 Pro Max インカメラでシネマティックモードで、動画撮っております。で、僕は連続でね、動画出したいんだけど、なかなかちょっとね、動画撮れる機会がなくて、で、時間がなかなか撮れなかったんですが、もうこうなったらしゃあない。もう僕、普段の仕事の、仕事場、現場で、時間撮れる時にね、動画撮ろうと思って今、ちょっと回しております。まあ、シネマティックモードのね、映りいかがでしょうか。結構ね、僕自身のね、おっさんのこの絵面はまあいいとしても、例えば、こういうふうにね、こう、顔を隠すと、こういうふうに手にあって、で、顔を写すと、顔認証で、で、インカメだから、ちょっとアウトカメラと違って、少し画質落ちると思うけど、インカメでも、広角だ、結構広角、っていうのと、これ何センチかな。僕が手ギリギリ届くぐらいだから、まあ、60センチ、70センチぐらいかな。のとこでこれぐらいの価格で、インカムで撮れるのと、iPhone 13 Pro Max のとね、液晶画面がすごい綺麗なのと、絵がすごい綺麗ですね。シネマティックモードめっちゃ綺麗ですね。一眼カメラいらないぐらいですね。で、今日はその iPhone のカメラテストも兼ねてなんですけど、ちょっと僕、切実な、ちょっと悩みがありまして、それは、もう現場の道具なんだけど、これ、僕の、僕、職業大工さんですけど、大工さんでもそうだし、今、DIY で好きな人もたくさんいると思うんですが、DIY で、すごく使うのが、インパクトドライバー。僕は2つ持ってますけど、これね、これ、ピント合うかな？ピント合う？こういう感じが。ちょっとね、顔ちょっとやっぱ、顔に持ってくね。よいしょ。ブワンブワンするね。このインパクトドライバーね、こういう感じ。まあ、ライトもついて、で、これは 18V の、ドライバーですね。ネジ締めだけど。ちょっとね、これ見てもらえればわかるけど、結構電気入ってて、もう一個も出そうか。こっちの方も、こっちマックス。こっちマキタ。で、こっちマックスだけど、こっち静音インパクトって、ちょっとリフォーム用とかね、音はあんまり、出せない時の静かなドライバー。で、こっちは普通にガガガガっとうるさいんだけども、パワーのあるやつですけど、こっちが多分6、7年もの、7、8年ものかな。こっち10年以上使ってる、アイテムです。まあ、プロ道具だから、まあ、値段適当にね、これ大体、まあ、4、5万ぐらいしますけど、まあ、プロ道具だからやっぱ10年ぐらい持つんですよね。で、本体はいいんだけども、バッテリーが、かなりやっぱ下手ってきて、で、まあさすがにこれ、マキタのは、何回かバッテリーを交換してはいるんだけど、ちょっとまたバッテリー調子悪くなってきて、で、まあもう正直ね、36V とかのインパクトドライバーあって、新しいの買えばいいかなと思ったりするんだけど、このね、このバッテリーって、他の機械とかにも、兼用できるから、で、このインパクトドライバーだけじゃなくて、他の道具とかも持ってるから、36V に変えようとすると、いろいろなものを使えなくなったりするんですよね。まあ、もしくは、40V とか、マキタの場合はね。で、こっちの、MAX の方も、これ、よいしょ。これね、14.4V なんですよね。普通、今だともう 18V、MAX でも 18V なんだけど、これ 14.4V って結構古いやつで、でも、これの関連の機械があるから、
なかなかね、捨てられないし、もし新品に変えようとすると、その関連の道具とかも全部変えなくちゃいけなくて、で、そうすると僕計算すると、だいたい18万とか19万ぐらいね、いっぺんに使わなくちゃいけなくて、いやちょっと今それは厳しいなと。で、ということで、これどうしようかなと。で、純正のね、バッテリー買えばいいんだけど、高いから、こいつだと1個1万4000円。マキタので多分1個1万6000円ぐらいするんですけど、高いからどうしようかなということで、タイトルにあります通り、Amazon で、互換バッテリーを、いわゆる互換バッテリーを購入しました。で、昨日届いたんで、家でね、レビューしようと思ったんだけど、ちょっと現場に持ってきたんで、これですね。はい。まあ、14.4V の、これ MAX のバッテリーね、メイドインチャイナって書いてあります。はい。で、これメーカーの、あれかな、メーカーの、よいしょ、うん。ちょっとブワンブワンしますね。シネマティックモードちょっとね、ブワンブワンします。で、もう一個これ、これ MAX の、こういう系のやつね。MAX の、互換バッテリー。2個セットで、こっち2個セットで5000円。こっち1個で5000円ぐらいだけど、両方購入しましたんで、これちょっと今開封して、充電して実際使えるかちょっとやってみようと思います。はい。で、概要欄にリンク貼っておきますんで、もし気になる方はね、よかったら、後でまた見てみてください。じゃ早速ね、じゃあ充電してみようかな。じゃあまず MAX の方行ってみようか。いやー、中華のね、バッテリーだから、正直、結構やっぱバッテリーってね、充電、まあ、電圧高いね、電圧いくから、結構危ないしねっていうかね、これ開けてみましたけど、うん。やっぱ信頼性が第一なんでね、互換バッテリーどうなのかなと。で、多分メーカーは推奨してないから、どうかなと思うんだけど、一応例えばスマホとかね、スマホとかカメラとか、あとモバイルバッテリーとかの、まあ、バッテリーは大体ほとんど中国製じゃないですか。で、僕実際カメラのバッテリーとかも使ってたし、モバイルバッテリーも普通に使ってたから、まああんまり抵抗感ないんでね。今ちょっと使ってみます。あ、なるほど。なるほど。ちょっと測り持ってきてないけど、これ MAX のこれ純正のバッテリー。で、こっち、よいしょ。こっち中間メーカーの、互換バッテリーだけど、なるほど。まあ、重さ、まあ、あんま変わんないね。うん。ちょっと軽く感じるかもしれないけど、まあ一応、あれなんかやっぱ純正の方が重く感じるな。こっち軽く感じる。ちゃんと見詰まってんのかな。はい。じゃあ、とりあえず、こっちか。今、こっちの MAX の方の、これ、この、充電器に、これコードを挿してね、ちょっとやってみます。今、ここ、これ普通にね、今充電、準備中です。で、今実はこの1個ね、このバッテリーももう調子悪くなってきて、危うくなってきてるんだけど、まあ、じゃあ早速じゃあこの純正じゃなくて互換バッテリーちょっと充電してみます。普通に、入りますね、多分。ん？ちょっと待ってよ。あれでした。カバーつけてたから。カバー外します。カバー硬いね。このカバー取って、で、形状は多分一緒だと思うんでね。純正のやつに。はい。さあ、どうだ。おー。
できました。ああ、なるほど。これはもしかすると、充電あらかたしてあったみたいで、この色見ると、そうですね、そうですね、急速充電完了ってなってて、80% 以上もう充電してあるみたいですね。で、満充電完了になると、このランプが、つけたままになるはずだから、もうちょっと待ってみましょうか。ちょっとね、後で編集するか。うん。あ、でも充電だいたいしてあったのか。うん。じゃあ今その間に、次何やろうかな。とりあえずこれゴミ捨てて、とりあえず返品しなくても良さそうなんで、うん。よかったよかった。あ、説明書とかも書いてあったわ。中にね、やっぱ充電機械だから説明書とかも書いてあるけど、あ、日本語で。うん。あ、でも新しいバッテリーは放電した状態でお手元届きますので、ご使用前に必ず充電してくださいって注意書き書いてあるんで、初めてお使いになる、まあ、もしくは長期間使わないで保管していた場合は、電池性能を最大に引き出すためにご使用前に 2,3 回の充放電を行ってくださいなんで、最初に充電放電してもてか充電して使ってもちょっと本当のパワーは出せないと思うけど、 2,3 回繰り返すと多分普通にいけると思います。うん、はい、という注意書きがありました。さてと、あ、なるほど、今充電中、充電器通電のマークだね。うん。これはどうなってんのかな？充電器通電のマークになったな。うん。急速充電完了のマークじゃなくて、通電のマークに、ね、変わってました。とりあえず、充電はできてるみたいなんで、まあ、一旦切って充電完了したらもう一回また取りたいと思います。はい、めんどくさいので、マキタの方もちょっとよっこっちか、マキタのこれマックスか、マキタの方もね、よいしょ、マキタの方も開けていきます。こっちマキタの方ね、2個セットで、今回2個セットで届いたので、まあ、こんな感じで入ってますね。2個セット。で、よいしょ。あ、普通に 18V の、容量大きいやつ。これも、なんか似たような、バッテリーの取り扱い説明書。よいしょ。これ、バッテリーの取り扱い説明書が。入ってます、はい、これも多分ね同じ文言かな、というふうなのが、うん、危険なのでね、使用前にちゃんと読んで、用法用量を守ってねご使用ください。じゃあこの MAX のも、すごいね、うわすごい、ほらマックスの、あ、マキタの、互換バッテリーは、容量が 6A で 18V で、リチウムイオンバッテリーで、なんと、こいつ、マキタのやつみたいに、ほら、電池の容量、残量表示、ランプ付き。これ、すごいね。これ 6A のやつが、2つついて、これ2個で5000円ってすごいね、激安だね。で、ちょっと待ってください。この、僕の MAX の、こいつは、はい。容量 4A のやつね。まあ、マキタのやつね。なんで、こっち 6A だからね。重さはまあ、そうだね。やっぱ、こっちの方がやっぱ重いね。で、6A と4A だけど、厚みは変わりません。
うん、厚み変わんない。はい、じゃあこのマキタのも、こっちマキタのも充電していきます。よいしょ。こっちをということ言ってたら、マックスのは急速充電が完了してますね。急速充電完了、あ、違う、充電中になってんのか。保護充電中ってなってんのかな。うん。じゃあちょっとマックスの、マキタの方も充電していきます。マキタも、あ、これはカバーみたいなのはついてなかったですね。はい、じゃあこれ充電していきます。あ、ちなみに、残量表示を押すと、うん、あれ残量表示でこれ3つついてるな。お、残量表示3つついてるな。こっちは、あ、残量表示3つついてる。一応充電ありますね。だちょっと使ってみる。はまった、はまった。はい、じゃあちょっと使ってみます。おえ、普通に使える。あ、大丈夫だわ。ちょっと待った。あー、やっぱ普通に使えるね。ちょっと75とか、ちょっと打ってみます。ここにね、おお普通に使える。あ、これ大丈夫だね。互換バッテリーで、純正バッテリーじゃないと危ないなとか、使えないなとか思ってる人、互換バッテリーでも、もうまともに普通に使えますね。これ、僕、普通にプロだから、プロ視点でも、パワー弱いとかないね。で、あと耐久性と、あと、バッテリーの容量、実際にその容量通りあるかどうかとかね、ありますけど、それがちょっと心配だけどね。まあ、それちょっと使ってみてね、また、動画にしたいと思います。もう一回ちょっと。やばい。十分使える。十分使える。じゃあちょっと、一つ、今これ二つ買ったから、一つは充電しておきます。ちゃんと充電できてる。うん。ちゃんと充電できてますね。あと充電できてるし、これ充電完了じゃないかな。あ、マックスも充電完了しました。なんで、マックスも、ちょっと今、取って、このインパクトドライバーでね、ちょっとやってみます。こっちは残量表示ついてないけど、そうだね。まあ、僕の古い MAX のバッテリー、こいつ自体にも残量表示ついてないから、まあ、変わんないですね。ちょっとやってみますが。あ、もう十分だね。十分だね、これ。普通に使えるわ。じゃ今度こっちで75振ってみよう。こっち静音インパクトだから、少し音静かです。まあ、2本、75のビスちょっと2本。あ、なるほど。やばい。十分使える。十分使えますね。ああ、よかったよかった。うん、これでまたね、この2つのインパクトドライバーと、あとこの関連のバッテリーで使う、あ、ほら、ほら、僕のこの純正バッテリーがもうね、充電不可ってなるんですよ。で、これを、まあ、何回か繰り返すと、
あ、今回は充電できてるっていう風な感じで、ちょっともうやっぱバッテリーの寿命なんでね、MAX のバッテリー普通に使えたから、これちょっとお試しで買ったんだけど、マキタのは2個ついてるんだけど、やっぱあのバッテリーってね、やっぱ2個セットで1つなくなって、でその間にもう1個のやつ充電してたやつを使いつつ、そのもう1個片方なくなった方を充電しながら使うっていうのが普通の運用方法なんで、試しに1個互換バッテリー買ってみたけど、これもう1つね買います。十分使えるわ、うん、だから今回の動画は以上になりますが、次回っていうかね、また今度この実際使ってみて、やっぱり中間のバッテリーだから、まあ、6アンペアとかね、マックスのはアンペア表示書いてないね、3アンペア、うん、3000ミリアンペアだから、まあ、少しでも純正も3アンペアだから、まあ容量は一緒ですね。でちょっとね、長く使えるかどうかっていうのもまた後日ね、動画に出してみたいと思います。はい、ということで今回の、一応まとめますけど、Amazon で売っている、マキタとかね、マックスの、まあ、インパクトドライバーとかの互換バッテリー、普通に使えるかどうかってことで、まともに普通に使います。うん、普通にこれね、よいしょ、まともに普通に使います。そしてマキタのはもう一回言うけど、ちゃんとこうやってこういうふうに残量表示のランプつくから、普通にね、純正と同じ使い勝手良いで、パワーもある、うん、ということでね、使いますんで、まあおすすめしますとは言わないけど、こいつはちょっとやっぱバッテリーなんでね、自己責任でよろしくお願いしますなんですけど、とりあえずね、使えるので、まあ、DIY で使われる方もそうだし、プロの方も、いやバッテリーね、だいぶ下手ってきたんだけど、純正高いかなとかっていう方も別に互換品で大丈夫だと思いますね。はい、ということで概要欄にリンク貼っておきますんで、よかったらね、チェックしてみてください。はい、ということで今回の動画は以上です。この動画が参考になりましたら、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あと、もう一回最後ね、iPhone 13 Pro Max のインカメのシネマティックモードで普通に撮ってみましたけど、どんな感じでしょうかね。結構一眼ライクな、感じで動画撮れたと思うんで、でちょっと、カメラのその挙動がやっぱブワンブワンするってこと、あとそれとその、こういう風にね、ソニーのカメラみたい、商品紹介レビューモードみたいにパッと前の方に出してとかってやったとしても、こういう風にしてもこっちにピントは合わないで、顔認識で、それがこのシネマティックモードの挙動なんで、どうしてもこうじゃなくて、例えば顔隠してこういう風に、してこうピント合わせるか、こういう風に持ってきたところをこういう風に顔隠してこういう風に、なんか YouTuber 的なこういう風に顔隠してね、こうやってこう商品持ってくるような感じにしても、ちょっとね、ピントがちょっと微妙でしょ。ここら辺がシネマティックモードのちょっと弱点かなと。インカメラで自撮りするときにはちょっとフォーカスがブワンブワンしてあんまり調子良くないけど、でもアウトカメラで自分でね、僕ちょっと他のね動画撮ってみたんですけど、アウトカメラで、自分で撮って、そしてフォーカスポイントをディスプレイでタッチパネルでピッと押して、で自分でフォーカス合わせて動画撮るとめちゃくちゃ綺麗な絵が撮れたんで、iPhone 13 Pro Max シネマティックモードですごいおすすめです。はい、はい、ということで今回の動画は以上です。また次回、よろしくお願いします。ではでは、またまた、ごきげんよう。